ピーナッツうまいっすよ。ピスタチオ、まあ塩味がしっかり効いてて、まあ、お酒のおつまみにはなかなか合う、なかなかいいですよね、あのピスタチオ、ね、まあ割り方、あの殻の割り方にコツがいるんで、あの殻が綺麗に割れるかどうかというところが勝負どころです。さあ始まった、我が南京新生ミモラ VS、 ついにデッドが来ました。さあここで出るか、ゴレンジャーのうちの一人ピスタチオさん、色が白いぞ、ホワイトを取り合おうというところに、さあこれは補足でミモラは今日対する挑戦というところですね。水中さんがもう完全に今ガンダムやってますね。水中さん、あれで、お投げてからどの攻める。さあミモラは今日1日寝てないそうです。しかしこの強さ早いですね、寝てない割には早い。さあ展開が早い、誠誠続きで、この誠の違いを見せつけるミモラ。まあこれは誠とかそういう問題ではないような感じが、もう人間性能ですね。まあそうですね、三村さん超反応勢なんで、ピスタチオさんの動きをよくじっくり見たいところですが、ちょっとまあマイクを持ってるんで何か喋っていきます。さあここは EX、 ホワイトが肉勢おさぎをどんどんかましてるが、これはうまい移動から草、ダイパン EX チェスト3発目入れ替えて、うまい、あれはちょっとこれはもうわからない、ピヨったところに EX。 さあダイパンで締めてミモラ1本、あそこまで速いタックをかけられるともうガードすら間に合わないような気がしますね。ないですもんね、どっちガードするか、攻めるか守るかを決めてるうちにもう攻められてるっていうところなんで、そこら辺をちょっと落ち着いてさばいてほしいところです。まあ、ピスタチオさんにもぜひともいいところ見てみたい。そうですね、まあ、ピスタチオさん、12戦隊ゴレンジャー の、 色的に言ったら何色の方なんですか。レッドだったと思ったんですが、なんか今日白ですね。白でしたっけ。 レッドってことはリーダーなんですかね。リーダーのはずだったんですが、ちょっとホワイトで水中さんを煽ってるに違いありません。これは身内揉めってやつですかね。内輪揉めですね。さあ、俺のもんだろう。まあミモラにはそんなことは関係ない、色が何だろうがゼルブだと、所詮ゼルブだろというような感じでどんどん攻めていくが、始まり的には結構ゼルブをしてるんですが、一発一発が違うのか、あれですね、こう攻め方を見るとこう平吉さんをなんか5段階ぐらい上に上げたぐらいのガン攻めっぷりですよね。さんの2倍は動いてます、ね、いやこれはもう誰から見てもちょっとこの動きは速すぎて、マコトはもっと鈍重な感じの歩きだと思うんですが、ミモナさんもほとんど移動はダッシュしかしてないんで、そうですね、バックダッシュ前ダッシュをかなりうまく使ってかなり速い展開に持ち込んでますね。ゼールブとしては飛んで撹乱したいところではあるんですけども、それを言われさない追撃がある。おっとうまい、だからこれ最大盛りったぞ、これはリーダーは。さあここは詰める、詰める、詰める、はめた、はやってからのタクを仕掛ける。さあここで最後にタクるのはカラクソだがミスる。さあもう一丁、なぜはやってを出さずにカラクソ、これがミオワクリティ。ミモラさん早いです、もうこれミモラが今2-0ちょっとですね、2-0です。ミモラさんパンチを使っちゃダメです、キックボタンだけで戦ってほしいです。大丈夫ですか。じゃあちょっと自分がちょっと声自重した方がいいのかな。大丈夫かな、ちょっとマイクの音が小さかったということで音量上げてもらいました。そうですね、じゃあちょっと自分もそのトーンに合わせていきましょう。はやてはやて、あのはやてが反撃できないんですよ、ゼルブコアコアしか決まらないんで。まあもうワン、お、ここで初めて消えた、消えた、見えない、見えない、しかし見えた瞬間ダイパンを食らうと、判断が早いですね、相手がどこにいるかもうすぐ判断してしまう。ダイパンが決まって、うまいぞ。さあ講師からの SA が決まる、決め打ちした、いいですね。行くぜよ行くぜよで暴れてるところをもう見てしまったんでしょうか。投げてから
ここのさあここのタクはどうなる。今言ってた中足が出ましたね今ね。そうですね、これですね、これですね。これがよくわからないです私は。ちょっと本当はちょっと僕の代わりに水中さんにちょっとこれ見てもらいたいんですが、水中さん今ガンダムやってますからね。ちょっと水中さん、あ、水中さんガンダム終わりましたらちょっと僕とマイク変わってもらっても構わないんですけど、どうしますか。マイクやりますか、ガンダムやりますか、ガンダムやりますか。ガンダムを押してしまった水中さん。その間にトゥエルブが、さあトゥエルブが画面端で追い詰められた。しかしゲージ的には若干トゥエルブより投げてドラ、ドラが決まって分からない、あのドラの意図が私は分からないです。しかし決まる。さあうまいぞ、手前落ちからの投げだ。ミモラもさすがにこれはグラップできない。さあただ簡単には飛ばせない。聖中が溜まってるが果敢に投げて落ち攻め、もう一回投げる。ゲージがさあここで唐草からのミスってミスってシューパン聖中ウェルブがさあこれで 3-0。 いいところまで行ったんですが、しかし本当にいい攻めですね。さあサイド、まあ10勝ちなのでサイド誠対トゥエルブと、なんとかいい、もっと2ラウンドなんとか取っていきたい。さあミモラの誠は今団位戦で王者、いや王者じゃないな、確か強者か、強者。これで強者っていうのももっと上の段位って欲しいところですね。まあ下の段位にいっちゃダメですよこんなのが。まあ自分はねエンジョイ勢なんで2段ぐらいでいいかなと思うんですけど。どんだけあー決まってしまった。さあここで決まってしまった。もう聖地がたまりそうですね。開幕食らうとえらいことがあります。なんとかを SA まで決めて、そうですね、ここから盛りってほしい。向こうの SA とこっちの SA の差が激しいが、ただチェストが2回決まっただけでダメージが同じっていうのはこれかなり辛いですね。いやいやいや、ピスタチオさんならこうなんとかしてくれる。ドラさあ大パンで投げを刺した。さあチェストと見せかけて中パン誘っている三村4-0。行くぜよっていうモーション見てから何か出そうと思ったらなぜか中盤に変わってるという。ダメですねあの行くぜよ詐欺は。12に優しくないです。やはりこうミモラをこう攻略するにはもう正直ブロッキングを取りに行くしかないっていうところもあるんですよ。なんとか荒らして勝つぐらいしかちょっと今のところは。正直こうミモラの卓の太さっていうのはかなり本当も日本でも有数の卓の太さを持ってる気がするん で、 そうです、ね、正直あの落ち着いて攻め合うと絶対にこうじゃんけん負けするんですよね。向こうが3回じゃんけん勝ってる間にこっちはなんとか10回ぐらい勝たないと勝てないような感じがして。そうです、それに加えてこのまあキャラさっていうのも踏まえちゃうとやっぱりこうブロトって3回くらい SA 決めないと無理なんじゃないかなっていう。無理なのかな。いやそんなことないですよ。単発単発の性能を見てみればトゥエルブだってできる子なんです。いやトゥエルブはもうできない子です。できる子ですよ、見てくださいよこの勇姿。あの台形かっこいい、あの台パンかっこいい、食らってる姿もかっこいい。なんだこの速さは。速い、もう実況がわからない。まあ実況はできないんであればトゥエルブさんの可愛さについてまあ解説していけばいいんじゃないですかね。そうですけども、今の簡単に言うと立ち弱足、弱系コパン、コパン入ってますね。コパンチェス、行くぜよ詐欺、まあ、入れてからのタクをもうわからない。あれは早手から唐草で夜やめてやめてあげてやめて、やっちまえミモラ、やっちまえやめてあげて、ビンゴの強さ見せてやれ。さあ落ち着いて中足させていった。今はちょっと投げに行こうとしちゃいましたが、あの距離で
まあでも投げに行かないと。角消し OK、 いいですね、いろんな角が見れます。さあ、ミモラから無理という言葉が出た。今のコパン固めはうまい。お、始まりがちょっと変わってますね、ピスタチオさん。さあ、ドラからのめくり、だが投げる。少し遅らせて投げに行こうとしたのか、腰を出そうとしたのか、いずれにしても投げられてしまったと。滑空をするが、ジャンプ中継でとりあえず逃げられて、まさかの。いや、大丈夫ちょっと安い、せめて最大決めたかった。ああいうところで見せてしまうと、次がチャンスがまだある。ドラ、さあ、ドラカード投げるが安い。対空アックス、さあ、対空アクセルでようやく1回数。さあ、開幕おろしからの読み合いをに行き過ぎてしまって、ちょっと反撃ミスが目立ってしまいますね。さあ、ブロッタがチェストが刺さる。さあ、ここから見ものタイムが始まるか。だが、それを許さないで投げで入れ替える。攻めて、だが、終わり際の聖地。ダメですね、4フレ不利なんで。すいません、もう今 何本かわからないですけど、誰か数えてる方いますか。 5-0 ですか。 5-0 ですね。いや、しかしここで5本一気に取り返してくれれば、先ほどの平吉の再現なるか。まあ、無理ですね。さあ、平吉さんちょっとドヤ顔してますね。ドヤみたいな。俺ドヤみたいなまあでも確かにかっこよかったですからね。確かにあれかなりかっこよかったです。お、投げるクエルブタンが投げていく。小足を決めて投げる。置き攻めのタクは滑空賞ピント。ただ小足が安いのがすごく見ててかわいそうだが、あまりここで下手に落ち着いてしまうと一気に攻められてしまうと。さあ、ドラでダメージを稼ぎに行く。流行って大パンで落としてからのタクをかけに行くか。おっと、何読みナックス。いや、もう完全にダッシュ読みじゃないですかそれ以外には考えられない。確かにダッシュ、またはチェスト読み。ドラをダッシュでね、くぐるとか。さあ、お互い一発で決まるが、いや、テルブは2、3発か。3発ぐらいですね。さあ、誠垂直台形。惜しいところまで行くんですが、あっと、開幕の下ろし、あれに手を出すと食らってしまいます。さあ、ここはうまい、小足ブロール。ない時の最大。うわ、攻めがきつい。画面さあ、埋める逃がしてください水中さん。さあ、逃がさないぞ。画面端から逃げれないです。さあ、正中が入らない。ミモラには珍しい。お、押していく。逃げれますね。今逃げる部って言いました。逃げる部ですね。画面端から逃げれます。まあ逃げるというか押していきましたね。そうですね、今押して押し返した感じはありますね。さすがです。ただそれに払った代償はでかい。だからここでワンチャン返していく。おっと、これは一本取るのか。さあ、逃げるが、欲望の逃げ中つるぎと。さあ、ここでプロを見せる。これはおっと、ビボラこれ我慢できずに出してしまった。そこに刺さる。刺さって、何なんですかね、あれは。何を読んでるのかわからない。まあ、前ダッシュしかないとは思うんですけど、わかんないですね。わかんないですね。お互い体力ないのに辛草でもう殺そうという。さすが、もううまいぞ剣。歩いてだから投げで返してニードルで寄せない。小ニードル中ニードルと使い分けがうまいです。ダッシュしてきても大丈夫なのに小ニードルと。さあ、落ち着いてダメージを取っているのはゼルブのように見えるが、実際ゲージは誠有利。おっと、SA が出ない。画面端に投げてから置き攻め。投げるか。投げた。さあ、投げで固めていくのはピスタチオ。だがここで聖地をミスったところに刺さる。さあ、ワンチャンお互いあるが、テルベ欲望のドラ刺さらず、ミモラうまい。あ
あーもうあそこで台形か。でもピスタチオさんも大 P 出してましたね。お互いちょっと読み合いが絡まりそうですね。ただこれレベルの高い読み合いだったのですごく見てて勉強になりますね。これすごいな。イモラから危ねえって言葉が出ました。早い、もうゲージがんだけ溜まってます。放出してからまたゲージがどんどん溜まっていくと。投げて置き攻めは、置き攻めなかなかいかないですね。投げからさあここ何パス入った今。あれ移動方法は早手ですか。意味が分かんないです。もう理解できないです。起き上がりに振り上げで2ラウンド目、壊しブロッただけでもあそこまで持ってかれるっていう、何ですかねこのゲーム。もうガード固めたら辛くさ飛んでくるし。おっと SAO が決まって7ヒット、まあ、贅沢はいくらない。なんとか8ヒットまで決めたいところですが距離が足りない。壊しでダッシュを止める、いいですね。誠のダッシュはちょっと前一気に移動しすぎるんで、アクス。投げる、置き攻めは中2ドル、ま、後ろ投げ中2ドル、いやー中2ドルを出してしまった。タッチあのカクカクが、おっとおっと、これはワンブローからのプロユークサックス、いいですね。ああいう判断はさすがというところです。私はできません。ちょっと私あの叫びすぎて喉が痛いのでジュース買ってきます。はい、一人にやってしまったんで。おっとあれ、岡田さんが消えてしまいました。一人なんでテレブさんの可愛いところについて語りましょうかね。テレブさんと言ってるところがちょっとまああれですが、まあ気にしませんと思ったけど、ちょっと一人じゃ語りづらいな。誰かいないかな、水中さんとか。ガンダム使ってるよ、ちょっとアクス、ワンブロダイアクス決まらないんですけど結構当たりますね。山さんどうしたの、一人になって。一人になってちょっと寂しいんですよね。あそこにいる髪の長い人に来ていただければ一番いいんですが、おっとめくり、いやあれはもうタクかな、なんなんですかね、着地投げか、カラジャン着地投げか。もうしかし、まあ、10試合中1試合でも取れるっていうところはさすがです。私はもう20-30試合やっても勝てないんですけど、30-0、まあ、一時期半年間1週間に1回30回ずつやってるんですけど、うん、半年間勝てない時があって、まあ、何百回負けてるんだっていう時もありました。山さんやっぱド M や。なんとかして、うわーあくそ、大足であんだけ差がひどい。大足が決まるが誠には反撃がない。もうゲージ止まってる。頑張って、僕たちに未来を見せて。さようなら。あ、未来が消えていく。これお互い攻めるからな。そうですね、またこの前来ていただいたエアストさんとはまた違う動きで攻めていくんですが、うん、やっぱりみんな動きがそれぞれ違って面白いんですね。あれね、マジ見えない。わかんないですね。おっと、壊した壊しアクス確認。ここにも壊しアクス SA を決めてくる方がいらっしゃいました。ただ誠トゥエルブ戦で本当なんか重要だと思ったのが、トゥエルブが飛んだ直後に出すジャンプ台形。いやですね、とりあえずボロトゥエルブ側がボロってもそんな反撃が高くないんで。なんだよね、当たったら痛いし、トゥエルブ。誠の大ジャンプ台形の発生が5フレームで、トゥエルブが12フレームって、はい、12か、まあどれも。ああ、ギリギリ届かない。おっと、アクス決まって、パン。中足。コパン中2ドル出しちゃうと、ボロられる感じもしたんで、まあ、滑空でもしたんでしょうか。しかし、立ち中継で落とされる。7-1? あと2本。あと2本。ぜひとも、あと2本のうち1本でも。ところで、ヤマさん、ビスタチオさんってどこの人なんですか。知りません。どこの方でしょうか。日本であることは間違いないでしょう。
しかし、テイルブって国内しかいないと思うんですが、国外にいるんですかね。国外の攻撃参加されてる選手の方って、龍はいないのか、チンリー、ユンとか、あとケン、マコトだよね、やっぱり。そういう感じのキャラが結構多いですね。うん、ああ、おっと、流行って大ピーで、あれ、大パン届くのか。いいですね。つうか、さっきから見てるとさ、今のは低空滑空もさ、ダッシュで抜き出るとか、キチガイなんだけど。まあ、あとちょっと質問なんだけど、ほいほい、12って滑空した後の着地ってなんか硬直フレームってあるの？いや、ありますね。あ、普通のジャンプと一緒？普通のジャンプと同じはずなんですけども、確か2フレームぐらいあったはずですね。なんで、まあ、うん、滑空ジャンプ台、滑空台形とかブロられちゃうと、そのまま生唐草、まあワンブロカラクサが決まっちゃう、確定するんで、うん、やっぱり硬直はあります、ね、あれ嫌だよね。嫌ですね。ピンクの誠の方、まあダブル引き上げの方によく決められます。いや正直ね、あれやらないと無理よ。いやでも三村さんはそんなことありませんよ。結構やってんじゃん今。あれ、あとなんか、まあ自分の気のせいだと思うんだけど、普通の昇竜コマンドの吹き上げとレバガチャコマンドの吹き上げで当たり判定が違うような感じ。当たり、何ですかそのレバガチャ、レバガチャ、あのしゃがんでる時に、あ、下の右下左下ガチャって、そうそうそう、それだけで吹き上げって出るから違うんですかね。まあ若干昇竜拳だと前に移動しちゃいますから、うん、それの違いだと思いますが、あれ、テイクスさんはどっちで出すことが多いんですか、普通の昇竜コマンドか。普通の昇竜コマンド。俺はでしょうね、あまり2323はちょっと私はできないんで、2323本当こっちはしゃがんでて、うん、で、あ、これはもう昇竜間に合わねえなと、間に合わねえなって時ぐらい、うおーっつって気合コマンドで、気合で。でも2323で出そうと思っても先に3が入っちゃってると323じゃ出ないから、ちょっとそこら辺が。でも結構だからレバガチャコマンド。レバガチャコマンド。ちょっと一回位置まで戻してからって感じですかね。あれ位置なのか。ちょっと番号が分かんない。残り1本。これラス1。ラス1です。台形。81。あー、台形で押し返すが。あれレバー台形だっけ。いや普通の台形です。その台形。え、円台形か。いや。関係ないの。距離は関係ないです。近距離技認識するのは中 P だけです。マジで。あの台形は若干後ろに投げられ判定が移動するんで、ダッシュギリギリの投げを狙ってる人にはまあ決まります、ね、あれちょっとでも内側入って誠ブロった時って当作確定するの。いや、しないはずですよ。さすがにしないよね。さすがにしないですね。アレックスのエルボーとかユリアンのタックルはギリギリ間に合いますけども、うん、ユリアンのタックルは先端だと無理です、ね、本当にド先端だと EX エルボーも決まんないんで、うん、まあ、結構使えます。あまり反撃は受けなかったりします。まあトゥエル戦も正直聖地でいいと思うんだよね俺。そうですね、聖地で決まれた。ただ EX トサだと思う。トサ関係なしでEX バンバン振っていくのも嫌でしょ、12としては。そっちのが嫌ですね。基本的にトサはもう食らわない技なんで、うん、とりあえず EX で立ち回りを強化されるっていうところがもう嫌ですね。ただそれに比べてもやっぱりどこかで一発食らえば正中で4割まで持ってかれるっていうところの方がやっぱり嫌ですね。だよね。一発がバカだもん。さあ手を斧に変えて、さあこれ 2を取るか。ダッシュをジャンプ、誠がダッシュしてきたら何をしたらいいんだ。投げ、タックから投げを狙うけど決まらないですね。ちょっとでも遅れると中盤早く間に合っちゃうのがあれ。確かに、あいのもあいの。伊藤さんが出すショードラの意味がわからないです。何を読んでショードラなんでしょうか。あれさ、でも思ったんだけど台形ブロった時に
最速で EX 吹き上げ出す当たりそうだよね。ワンブロとかだったら当たる、うん、当たりますね確か。この距離でブロってさ。あーダッシュ投げが決まってしまって誠と91でミモラ、ね、お疲れ様でーす。ダッシュさんありがとうございました。かっこよかったです。